でも、はい、いや、いいですよ、別に。今の分は、まあ、来年払う。いやいや、違うんです、違うんです、違うんです。3ヶ月分の就業証明というものを出れば、あ、用意できます。はい、はい、はい、できます。できます、はい、用意。あ、ちなみに、失礼なんですが、キューピーさん、キューピーさんから、キューピーさんから一応出た方が、あ、拒否った。仕事中なんで、ああ、仕事中に、キューピーさんとも、ちょっと、付き合いがある人。あ、やばい。やばくはない。まあ、やばい。そっち系なのか。よろしいですか。あ、はいはいはい、ちなみに大体月にざっくりで結構ですけど、はい、ざっくりで結構ですけど、どれぐらいの給料、まあ、僕が知ってる限りは 2,3 万です。何を見てんの、はい、1ヶ月1ヶ月、あ、1ヶ月の話、はい、50万ぐらいじゃないですか。僕は、まあ、30からやれば全く問題ないですね、はいはい、3ヶ月分のあれは取れますね。そうですね、はい、であれば、まあ、まあ、土台に乗るか乗らないかは、まあ、とりあえずやってみなきゃなんとも言えないので、まあ、ローンの方は、まあ、とりあえずフラットと、すごい契約書が、すごいね、まあ、フラットか三井トラストでいきますか、ローン会社、はい、あ、どこを通すかっていう、ね、はい、まあ、フラットが一番手堅い、あ、うん、トラストまで行っちゃうと、金利が、まあ、今変動金利で一番低いところで 0.45、はいはい、というと、頭悪くて、うん、で、まあ、0.45 っていうのは金利だよ。金利が 0.45、うん、そういうことだ。でもね、ちょっとそこは厳しいと思う。自営業者という扱いで、ああ、そうそう、認めづらい職業で、自営業者の中でもかなりその特殊だもんね。特殊というかね、うん、難しいと思う。ちなみに税金滞納とかそういったこととかはしてない。大丈夫です。過去にサラ金とかクレジット関係とかそういったの、借金は一切僕は ありますけど、完済してます。完済してる、はい、いくら借金してる。滞納とかは過去に、滞納とかはありますね。うん、でそれ何ヶ月ぐらい、いや何日か、あ、何日かの滞納、そう、1日2日であれば全く問題ない。僕は携帯だけです。大丈夫です、はい、いや一人で住宅ローンはもう組めちゃうので、あ、50万であれば、お、じゃあ、彼が契約をするので、うん、僕はその、じゃあそうだ、ね、1回に手付金を取ってこないと。あ、そうだね、うん、もう一度説明していいですか。はい、手付金の前に不動産購入申し込み書をご記入していただきます。こちら住宅ローンが承認されました、キャンセルはなしとさせていただきます。はい、なんでね、手付金がやっぱ大事だから。だからお金を、そう、お父さん、下ろすの、お父さんに1回電話して、あ、親父に電話する、うん、え、一応親父さんはもう、あ、お父さんも 見られない。お父さんも見て、お父さんが見て OK であればっていうことですか。いや、家を買うという、まあ電話一本です。あ、じゃあ今電話してください。今ちょっと一回向こう行ってあれしよう。いやいや、今電話してください。僕席外すんで今ここで電話してください。確かに、はい、ちょっと携帯取ってくる。携帯取る、はい、携帯取りに行く。いや、君は、バルはここにいていいよ、はい、あ、いや、いい、いてよ、はい、うん、出ました、うん、携帯取りに行くだけなんだ。はい、すいません。お父さん電話してもらおうね、はい、本当はね、お父さん見てもらうのが一番いいんだけどね。まあそうですね、うん、それからの決断でもいいんだけどね、うん、それからの決断でもいいんだけどね。お父さんに電話する、うん、ぶり、今久しぶりじゃない。本当のお父さん。あ、もしもし、お父さん。お父さん。うん。俺家を買おうと思うんだけどさ。家を買うの？うん。まあそう。うん。いいよね、別に俺が払う分にはね。そう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 。そうだよね。まあそう。うん。うん。また頑張ってんだな。うん。ああ、そうか。うん。ママに5万円振り込まれって言って、お父さん言うとるもんで、もう仕送りの件は、またちょっとじゃあね、はい、すいません、頑張るよ、はい、ありがとう、ね、はい、えらいな、処刑して。
て。すごいね。お父さん喜んでたよ。声が嬉しそうだった。嬉しそうだった。うんうん、頑張ってんだって、うん、親孝行もんだよ。いや、そんなことない。お父さん許可もらったから、はい、手付金ちょっと取りに行こう。いえいえ、あのもうちょっと言ってよろしいでしょうか。ね、だからお金がないとこう大丈夫なんです。あの住宅ローンが通らない限り契約いらないので、契約時に手付金は必要です、はい、うん、のでまずあの購入の意思が固まるのであれば、もう書面書を書いてください。あ、うん、で、あのただしこちらをご記入していただきましたら、もう消せないという、まあ、はい、他のお客様が買えない状態になりますので、うん、まあ、それであの住宅ローンが取らない限りはキャンセルはなしとさせていただきます。要するにもうこれをやってしまったら、うん、まあ、損害賠償のあたりか。いやそういったことはありません。あ、はい、まあ、じゃあ一回ね、お金、うん、確かに、うん、いっぺんカットしていい？いっぺんカットしていい？やっぱり一辺カットしていい？うん、買わねえんだろ。いや、本当に買おうかな。嘘つけ、買わないんだろ。だからこれ書いて何回も打ってるから、これ書いてでってなって言ってるでしょ。でも、まあ、あの50もあるかギリギリだから、ちょっと確認していきたい。いやいやいや、銀行じゃあ、うん、1回、うん、ね、最悪の場合30万でも大丈夫だよ。一回ね、あれ入ってるか確認して、うん、大丈夫ですか、うん、はい、カットはして、うん、ただその30万円を確認しに行ってる間に他のお客様が来て、はい、これを先に書かれちゃったら、もうすぐ行ってこよう。パル、うん、う、ね、違う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 、行くしかない。違う違う違う、もう行こう。いや、もしかしたら、うん、車が動いた瞬間に次の車が来て、その人が急に前から見て気に入ってましたって、これ書かれて、この不動産購入申込書をこれ書かれちゃったらもう買えないのよ、はい、欲しいんでしょ。もうチャット行ってもらってこい。いや違う、いや欲しいんでしょこの家。欲しい。じゃあ書こう。ちょっと言って帰ってこようパル。いや、そうだね。いやいやいや、じゃあ書こう。いや、例えば、うん、ネムさんちゃんと聞いてほしいんですけど、うん、書いたはいいけど、うん、そのそうだね、うん、カツカツじゃやっぱローンも通らないと思う、うん、ある程度。いや、カツカツとローンは関係ない、別、ね、だってだから、やっぱり証明としてお金を持ってるってことを見せたいんで、正直の、うん、返済比率的に、返品的に乗っかるもん。安心させと、うん、っていうか、うん、乗っかるもん。あ、住宅ローンのベースには乗っかるもん。土台に乗っかってくるから問題ないよ、そこは。あと、その通すのを努力するのも俺たちの仕事だから。あ、じゃあゼロ本だけ書けば、うん、だから、ゼロ本だけ、うん、単、そう、あの、いや、二人ともあの、ね、一応夫婦とか、うん、ご兄弟とかそうじゃないので、うん、単体で住宅ローンの方を進めていかないと、うん、ゼロ本めっちゃいいって言ってるしね、うん、買えちゃえ。あ、そうだね、お金ね、うんうん、パルじゃあ待ってなよ。俺、いや、いい、一緒に行くよ。いや、パル登ればいい。戻ってくるから、すぐそしたら取られないから。こうじゃん、こうじゃん、ネタだったらネタって今言っといた方がいいよ。じゃないと俺本気で、俺今仕事中だからね。じゃあこれ、ダメだよ。ネタ、うん、ネタじゃない。本当にいい物件だと思う。うん、だから、じゃあ買うの、こうちゃん。いや、パルがね、月5万払ってくれるなら、うん、今の家と変わんないから。どうなんさ、じゃ契約はじゃあ0万で、うん、いや、もちろん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 ね。いや、俺のそうだよ。ネタでしょ。ネタじゃないです。台本とかしません。ガムロ、いや、本当に今8割方いいなと思って、うん、で、音ね、配信に、配信乗っけるぐらいだから、うん、親父ネタに使わないからね、うん、普段僕は、うん、今の本当の父親だからね。やってみるじゃん、ガチで。どうすんの。やってみたいなと思って、うん、一回ちょっとお金だけパル待ってて。いや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 、だから銀行に手付金でさ、だからなかった場合は話進める。自分で分かるじゃん。いや、分かんないです。正直。銀行に入ってるか入ってないか。分かんないです。分かんないの？分かんないです。それを確認したいんです。ん？だから例えば、うん、確認今してきて、どこで？宮城さん、コンビニで。宮城さん。あ、じゃあ一緒に行くよ。ああ、いいじゃん。それ行ってな。うん。俺待ってるから。宮城君と一緒に。手付け、はい、配信持って。一応、売り主さんからの信用が置けてるから、本来であれば1割の手付け金だけど、まあ、30でもやってくれると思う。あ、うん、だから例えば34万しかないんですけど、うん、正直10万ぐらいないと不安ですとかっていう話をしたいので、うん、正直ちょっと一人で行ってきます。10万ぐらいないと不安とはどういう意味。例えばもう貯金がね全部なくなったら。ああ、30万しかなくて30万全部出しちゃったら。そういうことです。10万、だから
せめて20万だったら出せるけど10万は残しておきたいってことね。そういう話もしたいんです僕は。あ、そういうことね、はい、じゃあちょっと待ってね社長、最悪ねこれ10万しか手付けなかったら、うん、10万で、うん、あの売り主様 OK？ 10万はダメだね。ダメ、うん、いくらですか？30 50やっぱりだから、うん、そうじゃないと話進めれないんで、うん、50万あるっていうのを話をしたいので、うん、1回ある。いや、わかんないんです。じゃあ、フワッチポイントとかそういう系でしょ。うん、ね、フワッチポイントもないし、もうそういう不安の中買ってもね、やっぱり確かに、うん、やっぱりやっぱ、こっちもマイホームだってやっぱやりたいよね、うん、じゃあ50万、うん、あるかどうか、もうあったら契約します。もう OK、 はい、でちょっと待っててください。郵便局どこ。いや、コンビニで。コンビニ、OK、コンビニできるんで、うん、じゃあちょっと、家のいいところ見といて、一緒についてきてあげる。いや、いいです、待っててください。そう、はい、僕、いや、俺もついていくよ。本当？うん。じゃすぐ戻ってきます。はい、戻ってこないじゃん、お前ら。戻ってきますよ。戻ってきます。戻ってきます。じゃあ戻ってこないじゃん。来ます。信頼してもらえるように何か置いていかないと。いや、うん、はい、戻ってこないじゃん、お前ら。うん、ちょっと奈々ちゃんのね、ステッカー。いや、もういいよ。これもう一枚。もういいよ。いっぱい持ってるから。もういいよ。もう置いていきます、ね。いいよ。いいです。うん、大丈夫。これオロナミン C 飲んでください。オロナミン C、 いいよ無料券。だからもうさ、もういいよ銀行、考えなじゃん。はい、明日答えちょうだい。明日、あ、明日ですか。明日答えちょうだい。そうだね、それがその前に、そうです、ね、うん、でその前にもし売れちゃったらごめんね。ああ、まあ結構今1800人の方が、1800人、わすごい、ね、だから結構もう僕たちとしては閲覧主義だから、はい、やっぱり引っ張っていきたいんですよ、うん、まあ、この場にいた方がね、うん、うんうん、宮城くんと貢献してもらいたいけどね。じゃあまあ、うん、早く売れた方がこっちじゃないんで、あ、成田さんのとこで気になった方は、本当いい家だよ。なんだっけ、ピタッとハウス。ピタッとハウス、ピタッとハウス新栄葵店です。新栄葵店で気になった方は、古文奮闘してます宮城さん、うん、はい、これよろしくお願いいたします。だからゼロワンの放送を見たらって言ったら3500万になります。そういうことではなく、なるなる。あ、ちょっと待った。あ、はい、いい社長、今回だけ、今回だけ今回の放送見た人3500億OK、 3500億OK、 1800名の皆さん、今回の放送を見た方で、はい、180万円、ダウンさせていただきます。わー、180万相当だよ。なかなかできないよ。放送見ましたとフラッチの放送でゼロワン君と宮城君と見ましたと。うん、素晴らしいね。言ったらもう OK と。うわね、これはいいね。これは今ね、マイホームを考えてる方、あ、すごいいいじゃんとかね、書いてますね、めちゃくちゃ。本当いい家だったからね。いや、純粋に家を見るとめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。ちなみに欠点つけるとこなかった。ちなみにこうちゃん、はい、一応ね、ここの現地、この現場の方も僕、まあうちの会社の中で、はい、まあ、僕がこれ専属で預かってるんだけど。来週からね、また違う、現場が、はいはい、大森北。あ、どこだろう。近いからね。森山だね。あ、森山か。森山。家からむちゃくちゃ近いところ。またそこもね、行こうよ、じゃあ。ね、次、クレちゃん連れて行こう。いや、あ、ね、もいいかもしれないけど。くるみをね、パルト。すぐ近くでね、やるんだよ。うん、またじゃあ取材させてもらおう。そうだね。うん、ね、うん、やっぱクルちゃんと女の子目線で見れるからね。あ、そうだね、そうだね、うん、そこで一応まあ予定ではそこでの現地販売、はいはい、うん、店舗から今度、まあ、ここはここで預かってるけど、はい、うんうん、まあでも、え、総閲でどんだけ見てくれるの。総閲欄で言うとまあ9700人、約1万人だね、はいはい、1万人いたら誰か買ってくれるだろう。まあ気になって電話するんじゃないです、ちょっといいですかって。いたずら電話、祝電か。いやいや、そういうのじゃなくてで、1万いいねもらえるツイッターでやっぱ有名だから、うん、パルの影響力がでかいからね、うん、そうそう、あのね、そこら辺のところもね、ちょっとね、助けてほしいところもあんのよ。あ、うちも会社としてですよね、ツイッターアカウント作るので、ああ、はいはいはい、そうなんですね、うん、ピタッとハウスの、ね、そう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 、だから、ああ、全然もう、その時はじゃあ、なんかコラボで、で、ツイッターの方とかでも、まあ、フォローしていただいて、ああ、もちろんです、フォローしていただきたいんですよ、はい、その時は、うん、お願いします、ちょっとね、宮城くんにお世話になってるからね、俺は。そうだね、うん、いやいや、逆ですよ。いや、もう
うん、視聴者にいい物件を提供できるというね、うん、僕たちもやりがいあるし、ね、そうだね、うん、それは素晴らしい、うん、でさ、これさ、車の中乗った瞬間って、いやそんな本当にさ、ってもうあいつの圧がたまんねえからさって言うんだけど、いやそれはもう本当に言わないです本当です、うん、じゃあもう一回ね、明日までに出して、う、ね、で、うん、次第2弾として、うん、まあ、森山くんのね、そうだね、取材にも行くから、うん、言いますか、ね、はい、はい、全然それで、うん、分かりました、うん、いいと思う。いっぺん配信切る？いや、切らないですね、うん、このまま働く宮部くん、あざーす。宮部くん、本当に働いてる、うん、てっきり俺も遊びに行ったのかなっていうぐらいやってて、うん、本当に正社員やって、しかも終身正社員だから、働いてるって本当に、うん、すごい。本来だったらね、電話をかけてお客様からって出向くっていう感じだけど、うん、このね、今日ずっと営業してらっしゃるからすごいね、神対応ですよ、ね、なかなかできないよ、俺じゃできないと思う、うん、僕はあなた方のように配信会で、ね、何千万もね稼いでね、いや金なんですか、それ、そのね、資本をベースに何かをやるようなね、うん、そのような人間ではないというふうにね、思うよね、うん、まあ、この年でね、もう一度人生のやり直しというね、サラリーマンの道を選んだだけです、うん、ちょっとした本音が、うん、ね、うん、本音、ね、うん、ちょっとしたね、はい、うん、限界がある、うんうん、だからね、それであればやっぱりもともとやってた不動産だから、うんうん、ね、まあ賢いからね、俺らできないもんな、うん、そう、だから10日でいろんなことを覚えてるからすごいよ、うん、経験者だしね、家の隅々を何々使ってます、うん、プラズマとか、うん、普通に不動産歴10年、あ、うん、やってたってことですね、やってたんだ、あ、10年だからうまいんだ、なんか、うん、10日の終わりにはすごいうまいなと思って、うん、いや10年あそうですね、10年で、前はちょっとぼったくりみたいなハウスメーカーいた、今回はね、あ、そうなんですね、しっかりとした会社にいるから、ぼったくりみたいなメーカー違いましたなんかそっち系じゃなかったです、違う違いました、ダメだよゼロマン、それは違う初めてだよ、そんな違うなんかそれはイメージ、あ、イメージ、噂で聞いたんです、そう、うん、イメージ彼なりの情報で、うん、イメージ今回はね、堂々とね、やっぱピタッとハウスだから、うん、間違いないピタッとハウス、はい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 、ピタッとハウス、あ、はいはいはい、ちゃんとしてそここれ、ね、CM で見たことあるもん、うん、じゃあね、もうそろそろ、うん、あんまり長くいるのもね、そうだね、仕事の邪魔になるし、うん、じゃあもう本当に気になった方は、はい、今日どうすんの、はい、今日どうすんの、どうしますか、言ってたじゃん、え、どうすんの、今日です、今日はまあ、うん、イベント最終日っていうこともある、そうですね、いや違う、はい、あの、夜飲むとか飲まないとか言ってたじゃん、そうなんです、夜はちょっとね、またあの機会で、まあまあ第2弾の時に、ね、自分から振ったんだろ、違うじゃないですか、宮部さん、あのね、何、初めにやっぱ会社名とかはまずいと、うん、だったらもう普通に、うん、ああ、なるほどね、居酒屋かどっかでコラボしませんかっていう話だったじゃないですか、あ、それをそう、うん、逆にあのうちの会社の方が OK 出たんで、そうここ で今じゃあコラボで、そう、まあ、ゲストで呼んで、うんうん、あの出させていただいて、はい、うちの宣伝していただいたってことね、そうですね、ありがとう。